はい、始めました。もてつちゃんです。はい、申し訳ございませんでしたということですね。はい、関係各所にご迷惑をおかけいたしまして、なんとかですねイギリスにやってきました。今回ですねイギリスにやってくるのに中国のエアラインにしたんですね。で、まあ日本の JAL とか ANA で来るとだいたいまあビジネスクラスで100万ぐらいかかったんですね。今、まあ、円安の影響とかもあると思うんですけど、で、それは中国のエアラインだったら、まあ、乗り換えなきゃいけないんですけど、上海でね。それでやれば、まあ、大体40万ぐらいになったんで、それ半額以下じゃないですか。だから、もう絶対そうしようと思って、足も伸ばせるというか、もうね、まっすぐになって寝れますからね、どちらのピーでも。だって、すごい、これね、寝れるんですよ、こんな感じで。フラットになって寝ることができたので、まあ残念ながら窓側の席は全部もう売り切れ状態だったんで、結構遅かったんでね買うのがね。で、帰りの便では窓側は取れたんで、じゃあ何が問題だったのかっていうとですね、中国ってネット使えないのすっかり忘れてたんで、まあネットが使えないっていうのはですね、はい、Google だったりとかさ使えないわけじゃないですか。 Gmail 使えない、 Facebook 使えない、でこれも仕事の返事できないわけですよ。 LINE 使えない、これですね、特に動画編集系でこの LINE でやり取りしてますから、それができない。当然 YouTube の動画チェックなんで、 YouTube の限定公開とかさ、そういうのを見なきゃいけないんで、これもできないということで全部止まってしまったというですね。で、2時間半の上海であったんですね、時間が。その待つ時間、もともと予定でね。で、この時間でやればいいやって思ってたんですけど、まあ、まず飛行機が1時間遅れて羽田でですね、そもそも羽田のチェックインのカウンターが変わったんです。普通じゃないカウンターです。普通3階でね、あるんですけど、それがなんか機械トラブルかなんかで臨時に1階になったんですよ。そしたらやっぱりさ、分かってない人いっぱいいて、そのアナウンス、英語と日本語で出てましたけど、当然中国の方もいっぱい乗ってましたんで、だからチェックインできてない人がすごく多かったんだと思いますね。案の定1時間遅れてたんですけど、まあそれでもいいやと思って。で、上海着いて、フライトまでまあ30分くらいはあったんで、これで仕事すればいいやって言って、ラウンジ行って、あ、そうそう、ビジネスクラスですね。ラウンジとかもあるし、羽田でもいいラウンジ使えたしね。あとはやっぱり、なんといってもチェックされるやつ、すごい早く行けるから、ここが楽ですね。列に並ばなくていいっていうね。飛行機乗るときもそうなんですよ。それでだから、ネット繋いだ後に、しまった、使えないのかってことに気がついたわけですね。Google も LINE も全部使えない。どうするってなって困ったと。で、飛行機乗って、飛行機の中でも Wi-Fi 使えるんですけど、から周りの人たちはさ、その中国のサイトだったりなんだりでね、ねこうビデオ通話とかもしてるんですよ、機内で。そう、だから早いんですよ、実は。ネット。でも、僕は何にも使えないっていうので、困ったなと思ってさ。で、VPN っていうのがあって、VPN ってやつですけど、それで一応他のところとサーバーにつないでですね、他の国のものにつないで使えるっていうのがあったりするんですね。で、中国にいるときはそういうの使って、Gmail 使ったりとか、ね、Twitter 使ったりとかするんですけど、それが、まあ、使えない。一応上海のラウンジにいる時設定だけはして、あとそのアプリ入ってるんで僕の iPad 設定だけはしたんですけど、その飛行機乗ってる間も使えなかったですね。結局でほぼほぼ繋がらない。ツイート1ツイートとスレッズ1スレッドだけしかできなかったんで、全然意味がなかった。やる必要なかったんですけど、まあまあまあ、だからそれ忘れてましたね、すっかりね。だからほんといろんなところに迷惑かけてしまいました。いや、やる予定だったんですけど全部できなかったね。ネット繋がんない状況で、だからさ、ヤフージャパンのさ、ヤフージャパンは繋がんないわ。ヤフーニュースだけ見れるの、わけわかんないね。そう、ヤフーのニュースは OK なんですよ。で、ヨゼミのサイトの入試問題解いてたんで、回答速報ページの、普通にヨゼミのページにある問題回答のところは開けるんですけど、PDF は開けない。新聞社のサイトに行くから。僕はね、これが見れてこれが見れないんだみたいなのね、違いが面白かった。基本的にヤフーニュースしか見てない、長時間。なんでなんだろうね、ニュースサイトやっぱり見れないと困るのかな、メディアの人たちが。あ、ちなみにね、ヤフージャパンはイギリス見れないですからね。禁止になってます。なんでなんだろう。分かる人いたら教えてください。で、飛行機いい点はね、そう、中国のやつのいい点も、まあ、もちろん安いっていうのが一番いい点ですけど、半額以下でね、これっていうのもあるけど、あとはね、ロシア通れるんですよね。これはね、他のエアラインだとできないのでね、ロシアの航路をこうやって通って、イギリスに行ける。早く行けるんじゃない？だから他のところより。っていうのがあったんで。で、まあ無事に着きました。もう本当に、ほぼほぼ寝てましたけど、ご飯がいっぱい出てきてね、6食食べたもんね。機内の3回も出てくるんだと思って、上海から。だからイギリス行くのに。面白かったのが、その、いろいろ喋ってくるフライトアテンダントがね、まあ中国語で大体喋ってくるんですけど、まあこっちに英語で返すんで、英語で喋ってくれて、You don't want beer? とか、You don't want ice cream? っていう人がいてね、うわ、面白いと思って、こっち中国語をそのまま英語に直して言ってるんだ。
だなっていうのが分かって面白かった。ニプシファン何々っていう構文なんですけど、丁寧なんですよ。丁寧だけど英語だと変なわけですけど、と思いながらあったりとか、いろいろ楽しかったですけど、で、まあ、無事着きまして、ヒスローですね、空港についてで、そう、パスポートによってね違うんだよ。僕らは日本のパスポートなんで自動の機械で行けるんだよね。だ、日本の羽田で入るときとかにある、ね、パスポートのやつでピッてやって行けるチェック。あ、でも上海の時もそうだったな。これで乗り換えの時はこのチェックだけだったな、機械で。面白いね、 UK ってパスポートによって違うんですね。見えるかな。だから日本のパスポートは他より早く降りれるってことなのかな。スウェッツァランドとかコリア、ユナイテッドステイツとか、あとオーストラリア、ニュージーランドとか、そういう、カナダも乗ってるな。早く行ける。国連のこれは何なんだろう。You ready? Yeah, passport control. そうそうそう、コントロールって言うんですよね。イギリス英語はね。カナダもそうだけど、アメリカも場所によってはコントロールって書いてあるかな。行ったんだけど、結局ね、でもね、開かなかった。このビッてやっても全然反応してくれなくて、でしょうがないから行けないんだけどって言ったら、いや、チケットって普通に人の方に行きましたけど、ね、だから悲しいけど、こうなんかスタンプのやつチェックしてたけど、今スタンプないからね、全部デジタルだからさ、もういつまでいるかっていうの聞かれただけでしたけど、まあすぐ行きました。で、このホテルまではウーバーですね。あ、そうか、日本だとウーバーって言ったらウーバーイーツですけど、はい、ウーバーできましたね。タクシー側の方です。もう今はいろんな国ウーバーありますから、あのウーバーイーツのそのアカウントそのまま使えますからね。だから特にウーバーのアプリ開いて目的地入れたら、もうはいはい、ここからここみたいなの全部出ましたから、ターミナル4からここまでみたいな、すごい便利な時代って思いました。で、もうチェックインして、で、外ビッグベン見たりとかして楽しんでおりました。はい、という感じでこれが1日目でございました。終わった。特に大きなこともなく無事に来れましたんで、はい、ご心配、毎回何が起こるんだっつってね、心配してくれてる皆様、ありがとうございます。無事1日目終わりました。はい、よいしょ。ありがとうございました。テキボーイチ。やってまいりました。マンダムでございます。あ、ダブルデッカーバス。ビッグベンです。はい。ロンドンアーメイ。もうここに、止まってます。結構寒い。前に来た時とはだいぶ変わったかな。これがロンドンアイでございますね。はい、どうでしょう。この青いところが私が泊まっているところです。もういい感じじゃないですか。綺麗に見えますね。